too modern.福祉会の創業は高橋義行氏により1970年に開園した松戸乳児センターに始まります。1976年に千葉県流山市に小山保育園が、1981年には西平井保育園、1999年に六甲台保育園が開園します。時代の流れ、町の開発とともに地域に密着していきました。経営理念、生き生き、はい、パワー。高砂の経営理念は2012年誰もがイメージ共有のしやすい経営理念に進化しました。時代が変わってもお子様たちにとって本当に大切なものは引き継ぎ、未来につながる法人の在り方を示しています。高砂の成長、法人の伝統を受け継ぎながら新たに迎えた第二の成長は、これまでの社会福祉法人の枠にとらわれない発想と行動力を発揮した理事長篠塚正幸氏と副理事長篠塚弘子氏の功績によるものです。2004年に組織の拡大を意識して導入したのが ISO 品質マニュアルです。個人の経験や主観だけに頼ったこれまでの保育現場を改革し、職員による職員のための改善により質の高い保育教育サービスの提供を可能にしました。 ISO の導入こそが高砂福祉会の飛躍的な成長を支える血流となりました。施設数の伸びは千葉県富津市の民間移管を受けた青堀保育園や足立区立東保木間保育園の指定管理園として開園後、毎年1から3園の開設が法人を大型化していきました。平成17年、千葉県流山市のつくばエキスプレス開通と時を同じくし、法人創立35周年度を境に大きく変化していきました。流山市エリアでの複数施設経営のノウハウは組織づくりと保育システムを具現化し、法人の第二の成長を迎えました。第三の成長期は広域法人化への移行です。平成24年、札幌市に高砂ナーサリースクール札幌をはじめ現在5園、平成25年には江東区に東雲キャナルコートナーサリースクールが開園となりました。同エリア内に定員300名を超える大型保育園が2園、流山市エリアに5園、足立区エリアに3園、市川松戸エリアに4園、茨城エリアに1園と施設を拡大していきました。2017年の制度改正により、当法人は特定社会福祉法人となりました。これも法人にとって大きな転機となりました。高砂のモデル事業、高砂福祉会は海外、企業、各地の行政、議員などの視察グループ、メディアの取材が訪れています。高砂のノウハウを惜しみなく提供し、新都市型保育システムの展開に大きく寄与しています。高等湾岸サテライトシステム、保育需要の高いエリアの駅の近くに分園を設置し、バスで大規模本園へとお子様を送迎します。2016年に高等湾岸サテライトナーサリースクールで、2017年には高等湾岸サテライトスマートナーサリースクールでシステムがスタートしています。駅前送迎保育ステーションシステム、住みたい街ランキングで常に注目される流山大高の森エリア、その駅前に2007年、子育て支援大高の森ナーサリースクールの分園として
駅型送迎保育ステーションがスタートしました。駅直結のビルにステーションを設置し、共働き夫婦の子育て支援を行っています。流山市の施策の大きな柱の一つとして、町のブランド化に貢献しています。企業主導型保育事業、国の待機児童解消と子育て支援、一億総労働政策の一つとして、2018年に札幌市と流山市に企業主導型の保育施設を開園しました。ひろこメソッド。ひろこメソッドは現副理事長篠塚ひろこ氏が、世界各地を自分の目で見て、耳で聞いて、直接触れて、人と出会い学び続けて構築したメソッドです。保育メソッド。子どもに寄り添い、安心感を満たし、子どもの生活体験に根ざした遊びを中心にした、早期からの新しい学びのスタイルが取り入れられています。教育メソッド。このような高度教育の安定的な提供は、カリキュラムにより構成されています。毎年見直されて改善を加えられたカリキュラムは、保護者からの大きな支持を得ており、高砂ブランドの大きな推進力となっています。人材メソッド。2018年5月現在、当法人の職員はおよそ700名に達しています。職員教育については、研修や国内海外視察を行い、キャリアアップに積極的に取り組んでいます。デザインメソッド。高砂は平成9年の六甲台保育園の開園から、子どもの教育や保護者にとってどのような環境が最適かと考えたデザインを具現化してきました。世界や国内の子育て支援施設から学んだからこそ分かる、日本の本来の良さと外国の良さを施設の設計に組み込んだ保育施設作りが高砂の強みです。高砂のこれから。高砂の原点は、子育てに困った地域の人々から、困ったことがあったら松戸乳児センターに行きなさいと言われたエピソードから始まっています。誰かのために役に立ちたい。私たちはこれからもその精神を忘れず取り組んでいきます。高砂の目指してきたファーストクラスの保育、高砂ブランドはひろこメソッドにより構築されてきました。高砂はいつも5年10年先を見据えてきました。そしてその年その年の目標を達成してきました。また未来に向かって常に挑戦し、チャンスを最大限に生かし、これからも邁進していきます。これから100年続く法人として常に変化し進化し続けます。社会福祉法人高砂福祉会。